ラソ島とは、アフリカ大陸のすぐ西の大西洋上に存在するバルラベント諸島を構成する小さな島の一つである。古くは、ラソ島と呼ばれていた。なお、ラソ島は、カーボベルデに属していて、かつては、流刑者がいたものの、現在は、無人島である。ラソ島の位置。ラソ島内の様子。ラソ島の固有種で、絶滅寸前のラザコヒバリ。 体長は20センチメートルに満たない。ラソ島は、長軸約3000メートル、短軸約2400メートル程度の、おおよそ大円形をした島で、その面積は約7平方キロメートルである。この島は、清掃火山による火山島として形成されたと考えられていて、おおよそ今から1億2300万年前の海洋近くも島に含まれている。その後、 火山活動を停止してからは侵食されて、岩壁の海岸を持つ現在の形になった。ちなみに、現在の島で最も高い場所の標高は約164メートル程度に過ぎない。現在の島の気候は乾燥していて、その植生は島の南西部にわずかな植物が生育している程度である。なお、昔この島とすぐ近くにある、 ブランコ島だけに生息していたオスベトカゲは人によって乱獲されて絶滅した。これに対して鳥類にとっては現在でも重要な生息地の一つとなっている。中にはラザコヒバリのようにこの島の固有種であり、かつ絶滅寸前の種も生息している。そのようなこともあり、この島は1990年に保全地域に指定された。ニューラー、R。 スタロリアス、M、アンドルスト、W、エイジ、スプレーティングレイツ、アンドスプレーディングシンメトリーオブザワールド、S オーシャンクラスト、イン、ジョケマストリジオフィズイックスジョシストムズ、Q、2008、S1525 から2027、グアダルーペフェルナンデスプレイサース、ラガートエクスティント、インベイソーデドーミシリオスーパー .abril.com。br カンサルトド L10 でノーブジャンブレイで2011ラザコヒバリ。ありがとうございます。